もう今日は朝もう超早くて、そう、もう今日は一日の半分ぐらいずっと練習してた気がする。丸一日の半分大変だ。ご飯食べた？いやもうほんと、でもね、そういう日がこれからずっと続くから、頑張りたいけど体力も頑張ります。私今日めっちゃびっくりしたことあったんですよ。皆さん、今日私すごくびっくりしたことがあったんです。私今日知ったこと、何だと思いますか？ドキドキ。今日びっくりした、本当にマジで。何だって気になります？皆さん気になりますか？気になりますって。私が今日びっくりしたことは、みんなも多分びっくりすると思う、マジで。本当に私びっくりした。なんか久しぶりに「えっ？」ってなった、マジで。私が「早く行って、じらすじらすね」だって。私、言うか迷う、言うか迷うわ。 じゃあ言っちゃおうかな。私今日マジでびっくりしたんですけど、東大王の松丸さんとメンタリストの DAIGO さんが兄弟だってこと、マジでびっくりした。皆さん知ってました？みんな知ってる？これ。知ってる？だって。知ってるよ。それは知ってる。知ってる、知ってた、知ってた、知ってた、だって。なんでみんな知ってんの？私本当に知らなかった。ほら、マジ今知った、だって。知ってる？知ってます？皆さん、なんで知ってんの？私本当に知らなくて、でも2人の存在は普通に知ってて、なんか YouTube とかで、なんか最近見て、なんか見て、なんか載ってたから見たんですよ。そしたらなんか松丸さんってめっちゃ若いじゃないですか。で、DAIGO さんと結構年離れてるのに、なんかめっちゃタメ口で喋ってる動画を見て、なんでこんなタメ口で喋ってんのって思って、ってかどういう関係みたいな、メンタリストと東大王で、どういう関係みたいな思って、なんでこんなタメ口なのみたいな、でもすごい仲いいんだなみたいな感じで思ったんですよ、昨日。そう、昨日思って、で今日もなんか昨日動画見たから、今日も関連動画に出てきたんですよ、その2人の動画が。でなんかでまた動画見たんですよ、なんか気になって、なんでこんな2人はなんか仲いいのみたいな思って、どこ接点って思って、だから今日も見たんです、動画を。そしたらなんかすごい松丸さんが、なんか「あれ？大悟さんかな、僕の弟です」みたいな感じで言ってて、
あ、そういう設定かって思ったんですよ。なんか、あ、兄弟設定なのかこの2人はって思って、あ、なるほどねみたいな、まあ、その設定についてついてこうかなみたいな感じで見てたんですよ、動画を。そう、でも本当になんか兄弟設定にしてはなんかすごく仲良くて、なんかめっちゃタメ口だし、なんかすごいお互いのこと知ってるみたいな話し方だったから、え、兄弟設定、え、ってかどういうことみたいな、この2人の関係何って思って調べたんですよ、ググったんです。松丸ちょっと開けて大吾って調べたら兄弟って書いてあって、えって思って、え、兄弟設定じゃなくてって思って、そしたら実の兄弟って書いてあって、みたいな、私本当にマジでびっくりした、電車の中で。そう、え、え、知らなかったのマジで、兄弟だって。え、そう、なんでみんな知ってんの逆に。え、本当にマジで今日まで知らなかったの、今日知った。知らなかったことにもびっくりだから、私それ本当にマジで大発見だと思って、え、これみんな知ってんのかなと思って、めっちゃ家族に、家に帰ったら家族なんですよ、私は。めっちゃびっくりしたし、家族もみんな知らないだろうから、えってなるだろうなと思って、で今日お母さんが迎えに来てくれて、お母さんに車の中でなんか今日めっちゃびっくりしたことあったんだよねみたいな、うーんって言われて、めっちゃ興味なさそうだったわけだから、おなんか家に帰ったらなんかみんなに言いたいと思うって言ったら、え、何って言われたから、ちょっと気になってる感じだったから、じゃあ先に教えてあげよっかって言って、なんと松丸さんと大吾さん兄弟、実の兄弟らしいって言ったら、なんか知ってるみたいな感じ言われて、え、みたいな、めっちゃ笑ってたけど知ってるよみたいな感じ言われて、え、ってなんで知ってんのって思って、え、で、そう、なんで知って、マジで私本当に私的にはなんで知ってんのと思ったんですよ。でもまだ家に帰ったらお父さんと妹がいるから、まあ、その二人にもその発表ができるって思って、まあ、家に帰って言ったんですよ、お父さんに。松丸さんと大吾さんって兄弟なんだってって言ったら、知ってるよって言われて、え、みたいな。そう、え、ってお父さんまでも知ってんのって思って、そう、え、私だけ知らないのみたいな。いや、でも妹は知らないかもみたいな。でも妹も絶対知らないっていう確信を持って妹にも言ったんですよ。で、松丸さんって知ってるって聞いたら、なんか知らないって言ったんです、最初松丸さんを。あ、え、じゃあこの話通じるかなって思って、ちょっとなんか悩んだんですよ。あ、やばいって、まずこの、まず存在を知らないんだったらやばいわって思って、でもその後に松丸さんと大吾さんって兄弟らしいよって言ったら、あ、知ってるしって言われた。うん、そう、知ってた。その兄弟らしいよって、兄弟って聞いたらもうピンときたらしい、あーって。うん、知らないことにびっくりした。だって、え、私マジでびっくりしたの今日。なんかそれを誰かに言いたくて、ずっと。そうだから家に帰るって家族に言おうと思って、めっちゃ楽しみにしてた今日今聞いてびっくりした、ガチで。だってほら、知らない人もいるよね。
まあ俺も知った時はびっくりした、だって。え、いつから知ってた？みんな、私今日知った。うん、今でした。1年くらい前、え、結構前、3年ぐらい前、5ヶ月前、え、覚えてないぐらい前だって。えー、マジでびっくりした。今日ほんとびっくりした。それが、そうって話でした。やばくないですか？マジびっくりしたんですけど。そう、一つ学びました。切れる演技してだってできません。家族全員してて自分が珍しい方だと思わなかった、だって。俺思わなかった。逆に知ってる方が珍しいと思ってた。ってか今でも思ってる。知ってる、すごい有名なんだ。自分が知らなかっただけか。なるほどね。悔しいわ。一応ハマちゃんにもね LINE で言ったんですよ。兄弟らしいって言ったら知ってた。でもじゃあ私が知らなかっただけやないかい。知ってたんだ。ここまで来たら知らない人に出会ってほしい、だって。え、ね、なんか一緒に分かち合いたい。え、嘘でしょみたいな。っていうね感じでした。いや私本当にびっくりしたのに、マジで。ヒカキンさんとセイキンさんが兄弟だと知った時びっくりしたって。え、ヒカキンさんとセイキンさんが兄弟。私はヒカキンさんっていう存在を知って、兄も YouTube してるらしいってなって、セイキンさん知ったから。うん、ヒカキンとデカキンが他人なのはショック受けた。デカキンさんっていう方がヒカキンさんの真似みたいにしてる方ですよね。610日おめでとうございます。ありがとうございます。ラファエルと誰が兄弟なのって。
知らないです、それは。カブキンさん、デメキンが金魚なのには驚いた。デメキン、なんか懐かしい。うち、私の家にも金魚ちゃんいるんですけど、デメキン懐かしい。そしていますよ、金魚。大喜利コーナー、確かに大喜利になっちゃった。金魚とメダカが違うことに驚いた。え？嘘？YouTuber 結構ご存知なんですね。だって私 YouTube めっちゃ見てるから、テレビより YouTube 見る、いつも。今日はオリンピック見れてない。だって、見れてない。ツイッターで話題になってるやつは見た。うん、野球すごかった。あ、野球メダル確定なんでしょ。スケボーも見たい。スケボー明日。サッカー昨日見た。次のサッカーは絶対見たい。8月6ですよね。でもサッカーも結構選手を覚えてきた、今回の選手。終わらなくて大丈夫だって。確かに明日も朝早いから、もう今日は終わろうかな、配信。11時40分早く寝ないと。じゃあ皆さん、じゃあ今日の配信も見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位マコピ、12位ヒノト、11位セイカ、10位マーアットオダシ、9位ヒロアットオダシ、8位ボマ、7位クルリン、6位ヒトクマサトル、5位マッカーシーアットオダシ、4位ナオナオ、3位東京のスワン、2位トリーデスアットオダシ、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では皆さん、また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ、おやすみなさーい。